愛知県岡崎市の岡崎伊田駅から、同市の大樹寺駅を経て、同県豊田市にある名鉄三河線の上、衣駅までを結んでいた名古屋鉄道の鉄道路線。正式な起点は、岡崎伊田駅であるが、岡崎伊田、大樹時間は、軌動線の岡崎市内線の車両で運行され、実態として、同線の一部のようになっていた。同区間は、 岡崎市内線と共に1962年に廃止された。残る、大樹寺から上衣間も岡崎市内線廃止で、岡崎市中心部への鉄道ルートがなくなって乗客が減少したことや、国鉄岡田線の建設用地として、区間の一部を譲渡することが決定したことから1973年に廃止された。列車は、船内折り返しのほか。 三河線に直通して、豊田市駅やさなげ駅、西中金駅、知竜駅などへ向かうものがあった。普通列車のほか特急列車も運行されていた。鉄道免許場カ付官報1922年4月21日、地方鉄道運輸開始、官報1925年1月15日、鉄道免許状カ付 漢方1926年10月1日 AB、鉄道統計資料。昭和2年。朝日新聞長官、1928年2月25日、地方鉄道運輸開始。漢方1929年12月24日、鉄道免許を取り消し。漢方1931年8月10日、漢方では岩津村門立となっているが、1928年に、 調整が施行され、る圧ちとなっている。AB、神谷伝兵250から260ページ、に見守る、三河鉄道の救世主、鉄道営業廃止、官九1939年10月7日。ありがとうございます。